こんにちは、えっちゃんです。いっちゃんです。はい、もうすぐ夏休みということで、今回は読書感想文を1日で終わらせる3つのポイントを紹介したいと思います。1日で？そう。やばくない？私1週間ぐらいかけてたよ。このポイントを押さえればみんなも1日で終わらせるの、終わらせられるので、ぜひぜひ参考にしてみてください。それではレッスンスタート。読書感想文か。これでもいっか。これもなんか目についたし、いっか。ブブ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 ブ。読書感想文の本は自分で面白そうって思ったものを選びましょう。面白そうか。そうそうそう。面白そうって、例えばタイトルで面白そうって思ったとか、帯で面白そうっていうのがあれば、もうそれを選んだ理由として読書感想文だから書くことができるじゃん。そっか。そう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 。じゃあどうしようかな。これとか。僕たちは少しずつ違う。だから支える。3人の少年の忘れられない夏の友情物語。3人ってほら、おお、確かに確かに。じゃあこれにしようかな。いいね。うん。さて読むか。ブブ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 。え、今めっちゃ読む気湧いて、まだ1ページ目だよ。読書感想文の本を読むときは付箋を貼りながら見ましょう。なんで？読んでいる中で自分が心に残った場面とかね、あとここの場面で自分はこう思ったっていうのを付箋に書いて貼っておけば、最後に読み終わってね、読み返すときにすぐ分かってすぐ書き始められるでしょ。確かにね。そう、もし買ってなかったら、どこだっけあのページ、あの場面どこだっけっていう風になって時間かかっちゃうの。私もそういうことよくあった。結局何回も読み返してて時間取っちゃうんだよね。いい話だったな。なんか、まずは3人の仲の良さが分かりました。憧れました。とっても感動しました。ブブ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 ブ。え、なんで？え、めっちゃ書いてたじゃん。読書感想文書くときは自分の経験と主人公を重ねてみましょう。もしね、自分が主人公だったらどうだったのかとか、もし自分がこの役だったらどうだったかなっていうのを書いていったり、自分がその本を読む前と読んだ後ではどんな心情の変化があったのかっていう、その自分のね、考え方とかを書くといいんだよ。なるほどね。じゃあ読む前になかった感覚、感情とか、そうそうそう、この3人と私たち3人を照らし合わせたりしてみたらいいんだね。うんうんうん、そう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 。はい、ということでね、今読書感想文1日で終わらせる3つのポイントを紹介したんですけども、書き終わったらちゃんと読み直して誤字脱字がないかどうかちゃんと確認していきましょう。はいはい、そしてここからは上級編として、読書感想文で入賞を狙いたい人向けにちょっとポイントを紹介したいと思います。はい、まず1つ目、一番心に残った文章や疑問文、最近起きた出来事から書き出すとインパクトがあります。わかる？なんかよくさ、小説とかでもそういう書き始めのやつってあるじゃん。うん、ああいうのを読書感想文でも使うとやっぱり目を引くみたいよ。なるほどね。そして2つ目、オリジナリティのあるタイトルをつけましょう。あ、じゃあ自分の経験ならではのタイトルみたいな。うん、そうね。まあ、私たちのリアル、まあ、ちょっとこれじゃダメだね。ちょっと合いすぎかもね。そして3つ目、過去の入選作品を読めば受ける読書感想文がわかります。あ、確かに。そうそうそう、前のやつとかは結構ね、ホームページに載ってたりもするから、そういうのを読んでみてどういう書き方をしてるのか勉強したりするのもいいかもしれないです。真似してみようかな。うん、そして4つ目、作者が伝えたいテーマを意識して読書感想文を書いてみましょう。なるほど。じゃあなんかこう後書きみたいなやつがある場合、後書きをしっかり読んだ方がいいのかな。そうかもしれないね。はい、ということでね、まあ、今は上級編のテクニックを紹介したんですけども、はい、まあ、最初に紹介した3つのポイントを押さえれば1日でね、読書感想文書けるので、皆さんぜひぜひやってみてください。で、今回使ったこちらの僕たちのリアルという本は青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にも選ばれていて、まあ、私も実際に読んだんですけど、すっごく面白くてね、結構深い物語だったので、気になった方はぜひぜひ本屋さんとかで買って読んでみてください。それではこの動画が面白かったら、ぜひ高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちら。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。